仕事に、さあ、朝が早いな。そうだ、京都行こう。こんにちは。個性的な物件をご紹介する、ゆっくり不動産です。いや、ついに京都初上陸ということで、そわそわして珍しく早起きしちゃいましたよ。見てください。この眺め。神々しいまでの朝日が、今、まさに顔を出しているところじゃないですか。そして眼下には、日本が世界に誇る国宝と重要文化財が並んでいると思うと、おごそかな雰囲気の中、気持ちもパリッと引き締まりますよ。まあ今、パジャマ、じゃけどね。ちなみに今見えている範囲で、左からご紹介すると、平安神宮、上人、高台寺、宝冠寺、清水寺、宝の山やないかい。なんでも、国宝の約 21% と重要文化財の約 17% は京都にあるらしく、国内保有率は第2位なんだとか。保有しすぎ。ちなみに京都といえば修学旅行の王道なわけですが、各有僕も学生時代に訪れたことがあるんですよね。クラスメイトが八つ橋に舌鼓を打つ中、僕は当時から建築に興味があったので、歴史的建造物を見ては色々な角度から舐め回していたのを思い出しますよ。そして今は不動産の内見が仕事になり、こと京都を再び訪れる日がやってくるとは感慨深いです。せっかくの絶景なので、夜の雰囲気も撮影してみました。なんじゃこやぁ。京都の夜景エモすぎ。月が丸いなぁ。いやぁ、これは凛とした気持ちになりまあ、パジャマ、じゃけどね。あ、目の前を流れるのは、京都千年の歴史と京文化を支えてきた鴨川ですね。近くまで行ってみましょう。川が清いねぇ。太陽でかくない？この年齢になってきてみると、京都に漂っている日に味わいが感じられて、なんとも魅力的な街だなぁと思います。で、そんな記念すべき初京都で内見させていただく物件はというと、築年数が不明な、町屋風の木造住宅。え？年齢不詳なん？いやもう、さすがはかつての都ですよ。ちょうどこの鴨川沿いに年齢不詳な建物がたくさんありますからね。ちなみに今回は前情報がほぼない状態で来ているのですが、こと京都、築年数不明、町屋風木造住宅のパワーワードだけで興奮が抑えきれません。それでは早速行ってみましょう。その前にここでお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、先日、ついにゆっくり不動産のサブチャンネルを開設しました。その名も、ゆっくり不動産のセカンドハウス。早速多くの方にチャンネル登録していただけているようで、嬉しい限りです。いつも応援してくださり、本当にありがとうございます。今回、デザイナーさんにも相談しながら、チャンネル公式キャラクターもお迎えすることになりました。こんにちは。コンセプトはというと、カタツムリをモチーフにした、ヤカタツムリという名前で、ゆっくり、じっくり、気ままに物件をながら見する存在。お目目が可愛いの。セカンドハウスは今のところ、ながら見動画がメインになっていますが、今後はメインチャンネルと違った毛色の企画もやっていきたいと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。あ、やってほしい企画も随時募集していますので、アイデアあるよ、という視聴者さんがいらっしゃいましたら、DM お待ちしています。というわけで着きました。雪のこと。今回内見させていただくのは、こちらの連棟ニコイチの住宅。風格が漂う木造2階建てですね。道路に面して1階に玄関が並んだスタイル。さあ皆さん、あのスキルをどやる時間がやってきました。それではご唱和ください。これは町屋ですね。は？これは長屋じゃないのかって？ち。町屋とは日本独自の文化より生まれた住居併設型の店舗の総称で、1階の玄関部分がお店になっていて、奥座敷や2階を住居スペースとする作り、それに対し長屋は完全に住居用の建物になっている。たった今ググりました。お店をやる町屋は表通りに、住居として使う長屋は裏通りに作られることが多いんだとか。ちなみに、いわゆる京町屋と呼ばれる建物は、昭和25年以前に伝統工法で建てられた京都の都市部にある建物、と定義されているようです。つまり、今回見させていただくこちらの物件はいつ建てられたのかわからないので、正確には京町屋と呼ぶことができないようです。というわけで、これは京町屋風ですね。がより正確な言い方になるでしょうか。まあご覧の通り素敵すぎる外観なので、僕の心の中では完全な京町屋ということにしておきましょう。
で、今回はこちらの左側の建物を見させていただくのですが、通りひさしや一文字瓦の趣ある感じからして、江戸時代の寺田屋を彷彿とさせる作りですね。年齢不詳というのも相まって、ミステリアスな印象が加わってさらに迫力が増している気がします。早速室内も見させていただきましょう。ということでこちらが玄関。室内は約68平米の 3K になっていて、既存の状態を生かしつつリノベーションされているようです。なんじゃこやー。めっちゃ今日待ち屋やないかい。おいでやすー。よく京都の待ち屋は、うなぎの寝床なんて言われますが、通りに面した間口が狭く奥行きのある作りになっているのが特徴なんですよね。土間は靴を脱がずに通り抜けできるようになっていて、かつてはここでお客さんをもてなしていたのかなー、なんて想像されます。奥まで伸びているあたり、いわゆる京都の通り庭に当たるんでしょうか。で、左側は、竹が癒やしやねー。風流な趣があって素敵です。昔はあのあたりに台所があったのかしら。今はリノベーションされて姿を変えていますが、それでも昔の面影が色濃く残っていて、建物として大切にされているのが伝わってきます。玄関入ってすぐ右側にはカウンターが設置されていますね。手持ちの資料によると、ここは店舗付き住宅や宿泊施設としても使えるようなので、このカウンターはフロント、というか、乗馬として使うイメージでしょうか。なんでも、昔の商人は玄関でお店をやって、在庫は裏手の蔵などに保管する、といった使い方だったらしく、そう考えると、玄関から裏口までまっすぐに一本道となっているこの作りは、当時の環境からすると、使いやすい動線だったのかもしれませんね。あちらに伝統的な木の階段があって、その横には茶の間のようなスペースがありますね。2階は後ほどチェックさせていただくとして、まずはこちらの畳スペースを見させていただきましょう。ご覧の通り、広さは畳2枚分。玄関からほぼ丸見えなポジショニングにもかかわらず、なんとも言えない落ち着きがあります。いやー、ここでお茶を飲むなら、やっぱり家もんでしょうね。サントリーさんから案件来ないかなー。で、あそこに水栓があるところを見ると、やはり昔はこの辺が台所スペースだったような気がします。続いて階段下ですが、この白と黒の石の感じ、これは無限に囲碁ができますね。ここは囲炉裏のようなイメージでしょうか。木の灰ではなく、あえて玉砂利にしたことではモダンな雰囲気が出ていますね。ちなみに通り庭側から茶の間を見てみると、こんな感じ。板敷きに畳に障子に玉砂利、当然壁は新壁作りになっていて、ここ庭の趣がギュッと凝縮されている気がします。この小さな段差一つとっても和風建築の伝統というかこだわりを感じるんですよね。海外からの観光客には当然受けが良さそうだし、僕のような普通の日本人にとっても喜ばれそうな景色です。宿泊施設もいいですが、着物の着付け教室なんてのもぴったりだろうな。ということでこちらの畳スペースは以上でしょうか。続いて障子で仕切られた奥のスペースを見させていただきましょう。こちらは、おお、障子の奥は一つ目の個室になっていました。この奥に伸びる作りが、いかにも町屋といった感じ。砂壁っぽいテクスチャーに懐かしさを感じます。このザラザラを遊びで擦り落として、よく親に怒られたんですよね。その下は、ロングテーブルというか寺子屋スタイル。畳は新しく清潔ですが、それでいて緑っぽくなく、適度に時間の経過を感じさせる色合い。そしてこの年季ある床の間の雰囲気。まるで一昔前にタイムスリップしたような錯覚を覚えます。なんとエアコン。しっかり文明の利器が使われていて安心しました。あ、ちなみにここの広さは4畳とのことです。収納と床の間を合わせると実質5畳くらいになるでしょうか。続いてさらに奥へと進んでいきましょう。左奥には扉がありますが、まずは右側のこちらからチェックしていきましょう。なんじゃこやー。壺庭が素敵すぎ。この囲まれた小さいスペースに木と庭石と手水鉢があり、さらにたまたま雪も残っていて、えらいわびさびどすえ。間口が狭く奥に長い町屋には、光や風を通すためにも庭は欠かせない存在なんですよね。使うというよりは見るための庭といった感じで、小さいながらも家の中の癒しの場所。もう一生ここでボケっとしていたい。名残惜しいですが、壺庭を楽しむのはこの辺にしておいて、続いてさらに奥も見ていきましょう。ほらほら、こういうところですよ。
壺庭があるおかげで奥まったところでも日が差し込む作りなわけですね。で、正面にドアがあって、手前に引き戸がありますね。まずは手前の引き戸から開けてみましょう。こちらは、トイレでした。レトロな換気扇が燃えます。ドット柄のクロスがどことなく和テイスト。トイレはタンクありで、温水洗浄便座というハイテクも導入済みでした。リノベーションされていて清潔感バッチリですね。お次はこちらのドアを開けてみましょう。こちらは、まだ奥があったと。さすが京町屋風。ここがうなぎの寝床の最深部といったところでしょうか。まずは手前のドアから。いきなり今風キッチン。ドアの先はおしゃれで可愛らしいデザインのキッチンでした。部屋のほぼ一番奥というポジショニングが個性的。サイズ的にはこじんまりしたミニキッチンという感じでしょうか。キッチンはこのくらいでいいんどす。ここでどう効率的に料理するかは腕の見せ所になりそうです。ちなみに僕は赤いケトルがあれば十分です。お次はこちらのノットスケスケな扉を開けてみましょう。めっちゃおしゃれ浴室。そして猫足バスタブ。このギャップはなんとも設計師さんのポリシーを感じます。ブラックタイルのテクスチャーがかっこいいし、それでいて足元はスノコが敷かれていて快適&和テイスト。見ての通りコンパクトなスペースですが、これはゆったりバスタイムを楽しめそうだな。で、どうやら洗面も兼ねているようですね。大きな窓ありで最高ありの換気力ありです。ということで、これでようやく奥に長い1階をコンプリートした感じでしょうか。ちなみにあそこが玄関です。もうよく見えん。あ、そうそう。こちら側を見ていませんでした。帰りはここを通ってみましょう。わびさびがすごいんどすえ。で、ここから通り庭を見てみると、こんな感じになっていました。ほっそ。と思いますが、これが京町屋でいうところの走り庭というやつでしょうか。玄関の反対側に庭があることで、風の通り道にもなり、新鮮な空気を取り込めるようになっていたんですね。ん？なんじゃこやー。天井高すぎん。京町屋の台所上部には火袋と言われる吹き抜けがあり、天井にある天窓から煙や熱気を外に逃がすとともに、火事の際は火を閉じ込めて周りへの炎症を防いでいたんだとか。たった今ググりました。その名残ということであれば、かまどで火を起こしては、この吹き抜けから換気していたのかもしれません。昔は今のように換気設備がないので、建物の作りを工夫することで暮らしを快適にしていたというわけですね。昔から京都にお住まいの方なら常識的な知識なのかもしれませんが、いつも関東や福岡の住宅内見が多いゆっくり不動産的にはめちゃめちゃ勉強になります。さて、お次はあちらの階段を登ってみましょう。はい、階段前へやってきました。しっかりした作りで風格が漂います。町屋でよく見かける階段といえば、戸棚が仕込まれた箱階段。和の家にぴったりの趣のある階段なのですが、奥に細長い建物となると階段が急勾配だったり段差が大きかったりと、ちょっと登りにくいこともしばしばなわけです。それがこの階段は普通に登りやすい段差や勾配になっているのと、さらにスケルトンになっていて圧迫感がなく、ご覧の通り目立つところに階段があるので、玄関開けた瞬間に立体感を演出できているところも素敵です。横幅十分で手すりもついているので、登っていて安定感もあります。で、その先は襖で仕切られていて、そのまま反対側を振り返ってみると逆サイドにも襖が設置されていました。ここは両サイドのスペースに行く廊下のような役割だと思うのですが、それなりの広さがあるので、ちょっとした荷物を置いてもいいし、ミニテーブルくらいなら設置できそうです。さて、まずはこちらの襖から開けさせていただきましょう。ちなみに両サイドの引き戸は収納スペースとのことです。こちらは、二つ目の個室でした。まるで実家に帰ってきたような安心感。もしくは座卓と座椅子を設置してお茶セットを置くと、もう旅館じゃないですか。ちなみに奥にある窓は、先ほど外観で見えてたあの部分のあの窓ですね。こちらは玄関側、つまり通りに面していて、日を遮る建物がなく、めちゃめちゃ明るいです。
むしろ日当たりが良すぎて、畳が焼けるという贅沢な悩みすら生まれそう。これも建物が町屋スタイルだからこそ受けられる恩恵ということですね。広さは6畳。個室として使うにしても、ホテルの客室として使うにしても、ちょうどいい広さですね。せっかくなので、窓を開けて眺望もチェックしてみましょう。おー。腰をかけられそうなスペースがあって、昔は物干し台だったのかもしれません。で、ここからの眺めはというと、無茶開放的ではおまへんどすか。これなら、ご近所さんの視線も全く気にならないし、あそこに学問の神様的なのを祀る感じの有名な神社があるところもいいですね。ちなみに毎年秋にお祭りを開催しているらしく、芸妓さんや舞妓さんのはんなりしたお姿も拝見できるらしいんですよね。済ませて、お座敷遊びさせて。石畳も素敵やね。なんでもこの通りは、京都最古の由緒ある花町、上七軒と呼ぶらしく、ここはまさに京都の文化圏に位置する建物と言えそうです。一日の終わりにはベランダに腰をかけて、浴衣とビールでしみじみ一服しながら夕涼みするなんて最高じゃないですか。季節はもちろん夏でしょうね。ということで、二つ目の個室は以上でしょうか。続いて、反対側の襖も開けてみましょう。この手すりの形がもうあれですよね。で、こちらは。はい、三つ目の個室でした。表通りと反対側に位置しているわけですが。実はこちらが南向きなので、むしろ日当たりがさらにいいですね。奥はガラス障子で隔てられた広縁になっていて、右側の掛け軸があるスペースは簡易的な床の間、いわゆる釣り床ですね。こちらも先ほどの個室と同じく、広さは6畳のようです。なんじゃこやー。これはもはや芸術映え。好きだなー。温泉旅館のあのスペースは、ゆっくりお風呂に浸かった後のチルタイムに最適なんですよね。ここは見ての通り、こじんまりしているわけですが、自分だったらここでどうチルするか考えるだけでも妄想がはかどります。ということで以上が、築年数が不明な町屋風の木造住宅の全容です。最後に全体の振り返りをば。見た目は前情報通りの年齢不詳さ漂う歴史ある外観。既存の状態を生かしてリノベーションされていましたが、外観はほぼ昔の形状を保っていて、京都の街並みに完全に溶け込んでいくスタイル。玄関を開けるとまず飛び込んでくるのが、奥にズドンと伸びる通りには、靴を脱がずに通り抜けできたり、荷物の搬入がスムーズだったり、風や光の通り道にもなっていたり、さらにはその上の吹き抜け、もとい、火袋のダイナミックさや役割も知ることができて、趣がありつつ合理的、という京都文化の知恵に深くうなずく体験でした。水回りは建物の一番奥にまとまっていて、一見斬新なように見えますが、確かに現代ではこの間取りがいいですよね。リノベーションで可愛らしくかっこよく仕上がっていて、清潔感も抜群でした。2階は両サイドに個室が配置されていて、開放感よし、日当たりよし、サイズ感もちょうどいい感じ。窓際に腰掛けて表通りをぼーっと眺めるだけで素敵だし、裏通りの広縁で読書に明け暮れるのも粋だし、同じような見た目ですが、性格は違っているのも面白かったです。今回の内見で垣間見ることができた先人たちの知恵や工夫は、現代建築でも取り入れることができそうな気がするなぁ。最近では省エネやエコといった言葉をよく耳にしますが、暑さや寒さを我慢したり、逆にハイテクな設備をフル稼働する前に、そもそも建物の工夫で快適にできることはたくさんあるのかもしれませんね。ゆっくり不動産としては初の京都でしたが、期待通りの京町屋な住宅を内見できてとても楽しかったです。年齢不詳という部分もミステリアスというお話をしましたが、ミステリアスに感じるくらい、京都の文化に歴史の重みがある、ということなんですよね。そう思うと、胸が熱くなる内見だったなぁ。さて、せっかく京都までやってきたので芸妓さんが間違えた、他にも何件か内見してみようかと思っています。次回はどんな物件が内見できるかと思うと、今からワクワクが抑えきれません。今回ご協力いただきました八瀬さん。本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も、個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。チェーン、ケン、ポン、ウフフフフ。チャンネル登録してね。してね。ツイッターやってるの知っとうと？フォローしたと？そうね。お気に入り。